標高およそ750メートルの阿蘇市並野では、畑の草などに霜が降り、初冬の景色となりました。最低気温は西日本で最も低い 3.1 度となった南小国をはじめ、県内すべての観測点で今シーズンの最低気温を観測しました。寒すぎた。僕はズバリなので、寒いのは全然余裕です。今シーズン初めて10度を下回った熊本市では、厚手の上着やマフラーなどを身につけた人たちの姿が見られました。あ、ヒートテックも着てます。なんか今年初ですね、これ。ただ日中暑いですもんね、まだ。なんで脱げる服装で重ね着で過ごしてます、今。ようやく11月らしくなったなと思ってました。暖かいものがようやく美味しい季節になりました。今日日中は熊本市の最高気温が21度の予想で過ごしやすい天気となりそうです。